マルコフ決定過程というものをもう少し詳しく説明します。マルコフ決定過程はマルコフ過程というものが前提になっています。マルコフ過程というのは確率過程のうちマルコフ性を持つものを指します。といってもなんかこう同じことを言ってるだけじゃんって思うかもしれませんが、もう少しちゃんと言うと、マルコフ過程というのは未来の振る舞いが現在の値によって決定され、過去の振る舞いとは無関係であるという性質を持つ確率過程のことです。マルコフ過程では現在だけが問題になるんですね。この遷移確率、遷移関数の定義をご覧ください。遷移関数は今の状態と今行う行動によって次の状態遷移の確率が定まるという確率過程でしたね。マルコフ決定過程ではこの現在の状態と現在の行動によってのみ次の状態が定まるんですね。過去にどうあったかは関係なくて今だけが、問題になるんです。例えばここに、ちょっと何でしょうね、 S ハットとか S ハットハットとかで、この S の一歩手前二歩手前の状態を表現するとして、確率過程を考えたとしても、これは、これらの値を考慮に入れても、この現在の状態だけの PR と同じ値になります。まあ、この辺はマルコフ過程マルコフ性について改めてですね、確率の、教科書などを見られていただければと思います。このアサンプションに納得いかない方もいるでしょうね。なぜならば、過去にあったことが未来に影響を与えるっていうのは、普通に考えればそうじゃないですか。現在だけが問題になるってあんまり直感的ではないですね。それについてはこのように考えてください。マルコフ決定過程における状態というのは未来の振る舞いを決定する情報をすべて含むものを状態と呼ぶんだと。未来の振る舞いを決定するための過去の状況をすべて含んだ情報を指して状態と呼びますね。極端な話、世界が始まった瞬間から現在までのすべての情報を包含した巨大な状態っていうものを考えることもできますね。というのがマルコフ性のお話でした。そしてもう一つ重要な過程があります。それはモデルの定常性ですね。これはどういうことかっていうと、世界のルールは変化しないという意味です。世界のルールっていうのはつまり、状態、行動、遷移関数のことなんですけれども、これは時間あるいは他のことによって変化したりしません。世界の状態は変化していきます、行動によってね。でも世界のルールは変化しませんというのが、MDP の過程になっています。これは多くの場合は、そうですね、ここは分かりやすい過程なのかなと思います。さてまとめです。マルコフ決定過程には、重要なアサンプション過程があります。一つは未来の振る舞いは現在にのみよって決定されます、過去は関係ありません。すなわち状態というのは未来の振る舞いを決定する十分な情報を持っているものだと定義されています。そして二つ目、世界は定常的ステーショナリーであって世界のルールは変化しません。これらの過程を理解することは非常に重要ですね。この過程があるからこそ世の中に存在する多くの強化学習アルゴリズムっていうのは筋が通ったものになるんですよね。逆にこの過程に従わない問題だなと思った時は、注意が必要ですということがわかりますね。では次はついに報酬についてお話ししていきましょう。